この調子で北海道入ったらもう風邪ひくやろ。俺青森が好き。日本有数のウミネコの繁殖地らしい。ああ、ウミネコだろこれ。よし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 。ああいいぞ。ロロとすんな。はい、ね、現在の時刻は11時13分、日本一周19日目ということで、今が6月12日となっております。八戸はなかなかやばいね。活気を感じないな。でね、今日もね、相変わらずのこのいい天気でございますね。東京と大阪、大雨が降ってるという報道がなされてるけど、青森は未だに梅雨が来ずということで、いつ来んね、梅雨。6月12日でまだ来てないんか。で、しかもね、今日の気温が最高気温17度の最低気温12度ということで、私はね、今現在ね、ウィンドブレーカーとニットを着ております。非常に寒い。この調子で北海道入ったらもう風邪ひくやろ。どんだけ着込まなあかんねん。で、今現在青森県の八戸市にいるんやけど、今日はね、なんと青森県のね、青森市を目的地にしておりまして、もうね、青森が好き。ごめん、嘘、それは嘘。あのね、青森はね、俺そんな好きじゃないかもしれない。というのもね、八戸市やばいね。なんか人口30万って聞いてたからさ、これ結構な大都会来るでって思ってたんやけど、少子高齢化とあと人口減少がもう顕著に現れてるというか、八戸市がやばいんじゃないね。多分ね、日本の未来はこうなんだろうなっていう感じの街並み。バブル期の建物がさ、たくさん建ってて、それを何とか再利用していってるっていう感じやから、ものすごい道が入り組んでんのよ。入り組んだ奥に郵便局があったりして、これちょっと街作り直した方がいいんちゃうかって思うけど、でも作り直したところでも人がおらんから仕方ないよね。一応ね、軽く聞いたところ、昼食を取るんであれば有名なのが発食センターっていう、なんか海鮮を取り扱ってる卸売市場みたいなのがあって、そこで飯も食えるからそこがいいよっていう話ではあったんやけど、あれ実は昨日ちょっと八戸を歩き回っていて、で見つけた良さげなランチの海鮮屋さんがあったから、そこでもうすでにランチをいただいております。発食センター行くかどうかちょっと分かりません。昨日ね、歩いてたらね、あ、ええとこあったやんと思って写真を撮影してたら、営業中が準備中に変わりやがって、これが八戸市を生き抜くために求められる能力かって思ったね。お前今どこ向かってんねんっていう話なんやけど、今現在はね、八戸市内にちょっと面白そうなところが何点があったから、そこを見に行こうかと思っております。というのもね、青森市まで2時間っていう行程やから、比較的余裕で行けちゃうっていう、これ八戸市観光しとけるぞっていうことで、今現在向かってるのは鹿児島なんやけど、そこはね、まあ、鹿児島神社っていうところがあるちっちゃい島で、鹿児島神社燃えてて今建設中らしいんやけど、日本有数のウミネコの繁殖地らしい。ウミネコって何って話なんやけど、海といえばっていう鳴き声の鳥いるでしょ、あれがウミネコっていうらしい。あの鳴き声が猫に似てるからウミネコっていう名前になったらしいけど、ウミネコっていう名前にしたらさ、もう鳥の要素ないやん。それは猫やろ。せめてウミネコ鳥とかにしろよ。狭いちっちゃい島に4万羽いるのかな。今がね、孵化した時期らしい。6月が孵化で、7月に飛び立つみたいな。日本で3、4箇所しかないような場所で、とにかくウミネコのうんこがやばいっていう話を聞いてるから、孵化したてのウミネコと、あとうんこのやばさっていうのを見に行こうかなと思って鹿児島へ向かっております。ロケーションが素晴らしいですね。潮の匂いがします。あれやな、絶対誰もおらんな。もうね、分かってるけどね、絶対誰もおらん。その分快適に独り占めできるから、一人で撮影しながら大声で喋れるっていうのはね、誰もいない時のメリットやから。やっぱ観光地でカメラ持って一人で歩いて大声で喋ってるのちょっと恥ずかしい。鹿児島はね、思う存分大声で喋るそうやね。ありがたい。あれウミネコちゃうんか。あれ、あー、ウミネコやろこれ。あ、むっちゃ飛んでるわ、ウミネコ。やばいわ、これがウミネコや。うわー、もうウミネコだらけやな。どう思ってんのやろな、その名前について。不本意やろあいつらも。なんで猫やねん。鳥ちゃんか。名前つけたやつ何考えてんねん。あー、出た。お、すごいじゃん。あれ2020年完成予定っていう話やったけど、もう完成してる感あるね。お、すごい。あら、これちょっとすごいんじゃない？これちょっと面白いな。でもうんこかけられるからバイクは遠めに止めます。ここの無料駐車場って書いてある。火を気にする必要もないぐらい寒いので、直射日光でも全然 OK。 うわ、すごいじゃん。え、何これ、絵的にむっちゃいいな。ちょっと撮影だけしとくか、軽く。どこ置いたらいいんやろ。お、むっちゃいいやんこれ。やばいな、思ってるよりいいな。これは想像以上にすごいな。いいとこ来ちゃったんじゃない。これ撮影しときますよ。はい、チーズ。
はい、じゃあちょっと海猫見に行きましょう。はい、太平洋わかる、これすごい、てんてんてんってなってるやつ、これ全部海猫やからね。これはすごいな。数えるか。やめよう。なんでここ選んだ。ちょっと近づいていいのかな。近づいてみるか。あんま砂浜行きたくないけどね、靴で。うーわ、どんな海猫って。もうちょっと近くで見れるか。俺が行ったら逃げるか。逃げるか。逃げてるよな、これ完全に。逃げてるよな。はい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 、やめよう。すげえ。すっごいね、ここすごいな。これ来てよかった。節操ないわ、節操ないわ。これちょっと藪島神社行きましょう。あっちも腐るほどいるから。子供がおらんな。孵化して、孵化した時期って聞いてるけど。わあ、優雅だな。シャッターチャンスじゃん。待機しろよ。こっち向いて。はい、チーズ。あ、いいね。もうちょっとこっち向ける。あ、いいね。はいはいはい、もうちょっと近寄ってみようか。あー、行っちゃった。あ、次の来た。いいぞいいぞ。待機待機。いいね。ちょっと顎引いてみよっか。あ、いいねいいね。もうちょっと楽しそうにしてみて。はい、あ、いいね。あ、いいね。あ、オッケー。俺将来鳥になるんだ。人間界のしがらみから解放されるんだ。鳥になったらね、ビルの屋上から飛び立つね。入れへんのか。あー、そういうこと。立ち入り禁止か。そっと、そっとって何。やばいやばいやばい。こういうのホームアローンで見たぞ俺。この人最後助けてくれる人やろ。めっちゃ囲まれてる。これは運行とされるわ。警戒心薄っ。もうちょっとだけ近寄ってみる。こいつ首やばいな。おー、ふわふわ。マシュマロみたい。凛々しいな。餌やるか、せっかくやし。100円ぐらいやろ。あ、きったねえわ。うわ、きったねえわ。きったねえわ、地面。ダメだこれ。あ、この辺でなら餌あげられると、うん、ここ本当に真ん中だったら一応いいことにはなっている。売ってるわけではないってことですよね、餌は。一応準備はしてます。あ、あるんですね。うん、130円なんですけど、いいですか。130円。はい、そうなんです。30円は税金ってことですか。そうじゃないんですよ。違うんですね。はい、どれぐらいもらえるんですか。この一袋の、まるまる一袋はあるんですね。どうしようかな。130円。まあでも正確なんでやっていきます。あ、そうこれからこいつらをしつけする。カッパエビセンが好きだし、ウミネコは。すげえ寄ってくんな。やばい、これはやばいわ。想像以上やったな。1個出しただけでこれか。ちょっと待てよ。できれば直接あげたいんやけど。いいぞ。はい、よし、いけたな。おー、すげえ、すげえ。ない、あ、あの子子供や。子供にあげよう。違う、お前ちゃう。お前じゃない。お前じゃ。痛い。お、いいぞいいぞ。威勢がいい。お前にあげよう。あー、どけお前ら。どけ、どけ、邪魔。行こう行け。飛ぶな。飛ぶな。やめろ。譲り合いの精神をみじんも感じない。どうしよう。子供にあげたいな。まだ白くなってないやつ。うんこされんぞ、こんなんしてたら。早めに逃げないとうんこされる。お前や、お前や、おら、来い。違う、お前ちゃう、お前や。やばい。と思ってるよりどうも。そう、お前や、お前や。来い。よし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 。あー、いいぞ。どん。あかんわ、これ。あかんわ。これあかんわ。こいつら平気で頭に乗ってくる。絶対うんこ踏んだ足で頭乗ってきたやろ今。もう十分楽しんだやろ。逃げよう。いやあ。すげえ、風呂入ってる。飛べよ。そこは飛べよ。はい、もう行きます、もう行きます。もう全部あげていきます。子供にあげたい。直接あげよう。一匹だけ、一匹だけ。あいつ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 。どけ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 。よしよしよし。ひっそりあげるから。こっちおいで、こっちおいで。ほら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 。あー、違う。はい、はい、シャー取った。もういい、もういい、もういい、もういい。うわ、頭に乗せんの流行ってんな。俺はちょっといいわ、うん、絶対。うわ、こいつめっちゃ走ってくる、めっちゃ走ってくる。鳥のくせにめっちゃ走ってくる。ほら、あれ、乗ろうとすんな、乗ろうとすんな、乗ろうとすんな。
向こう行け、向こう行け、あと2個だけ、子供にあげたい、子供にあげたい。むっちゃ走ってくる。やばい。おお、どこまで来る、どこまで来る、諦めたか。ほらあるぞ、おお、あるぞ、来い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 。あかん、あかん、これ、これあかん、もういいもういいもういい。はい、もうあげないのでよかったらあげます。あ、そうですか、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、はい、もらいます。ありがとうございます。わかんのこれ、エビセンの袋でわかんのか、こいつら頭いいな。向こう行け、もういいから。バーって真ん中に巻けばいいんだ。はい、真ん中に。わかりました、頑張ります。はい、ありがとうございます。正直ね、今ちょっと可愛さをね、野生生物の怖さが上回ってて、もう帰りたい気持ちは山々なんやけど、エビセンを謎にもらってしまったから、さっきの女の子から全部巻いていきます。真ん中にガッてやればガッてなるっつってたから、ガッてやって即逃げるっていう感じで。はい、じゃあちょっと巻きますね。まだそんな気づかれてないんで、寄ってきてない中で一気にやるよ、一気にやるよ。やめてくれ、もういいから。よしよしよし、はい、じゃあ巻きます。はい、はい、さよなら。地獄や。あ、もう終わったから。おめえさおうとすんな。向こう行け。帰ります。すごい良かったね、ここは。汚いけどね、地面は。すっげえ汚いけど、まあいいでしょう。すごく良かったロケーションは。カップルできたら2時間楽しめるわ。うんこ落とされてないかむっちゃ不安やな。せやな、俺の肩とかついてないか、大丈夫か。ありがとうございました。すごい楽しかったわ、ここは。ここは楽しかったな。じゃあ株島を後にします。最高やったね、マジで。ここは日本一周ツーリングで一番面白かったわ。今までで一番やったね。近所にあればまた来たいな。奈良公園もね、まあこんな感じやね。なんか鹿がいっぱいいるから楽しめるみたいな。無害な動物を放すのはいいね。観光客を呼べる。